ルチアチームファイターズガールです。本日は札幌ドーム、そしてテラスステージにお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日お天気ですが、ちょっとね、雲が多いようにも見えますが、あ、でも皆さんの盛り上がり次第でこの雲もどっかに飛んでいってくれると思いますよ。そうですね、私たちのパワーでね、ぜひ雲を吹き飛ばしてファイターズに明るい光を注いでもらいましょう。お願いします。はい、それでは私たちと一緒にこのステージを盛り上げてくれる仲間を紹介したいと思いますよ。はい、まあ、ちょっと向こうの方にもちらちら見えてますけど、どうします、もうちょっと置いときましょうか。そうです、ちょっと置いといてみますかあれなんか、あ、なんかいいの、呼ばなくていい、プレップいいのかな、出ない、行くよ、はい、というわけにもいかないですからね。そうですね、はい、早速呼んでみましょう。得意のアクロバットで球場を盛り上げ、そして自身のインスタグラムではファイターズへの熱い気持ちを綴るこの男、インスタグラマー、いやいや、北海道日本ハムファイターズメインマスコット、ブレップ。ブレップ、かっこいい、さすがだね。ブレップってさ、インスタグラマーだったの？あ、そうなんだ、そうなんだそう、楽しんでやってるんだよね。ぜひみんなにね、見てほしいですよね。フレップのインスタグラム、選手とのお写真とかもたくさんあるので、ぜひ皆さんフォローをお願いします。お願いします。あ、ごませてごませてはい、では続いて呼んでいきましょう。はい、天性のあざと可愛さで出会った人みんなをメロメロにしてしまいます、ちょっぴりいたずらっ子なポリー。ポリー、あー、ありがとうございます。あらー、さあ、ポリーはさ、あざといんだ、あざとさちょっとみんなに見せてあげてよ。あー、皆さん大きな拍手をお願いいたします。ここ大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、ね、ポリー、今日ファイターズガールのお姉さんさ、すごいお仕事がいっぱいあるから、いたずらはちょっと少なめにお願いしますよOK ということでね、はい、で本日はこのフレップ、ポリー、そしてファイターズガールでテラスステージを盛り上げていきます。よろしくお願いします。